エルミニオ・マサントニオはアルゼンチン・ブエノス・アイレス州エンセナダ出身のサッカー選手。ポジションはフォワード。アルゼンチンサッカーが長落していた当時、1931年にデビュー。キャリアのほとんどを CA ウラカンで過ごし、プリメーラ・ディビシオンの歴史でも屈指のゴールゲッターとなった。CA ウラカンでは254得点を挙げて、クラブ最多得点記録を保持するほか、 プリメーラで358試合に出場してあげた256得点は、293得点をあげたアルセニオ・エリコ、アンヘル・ラブルナに次ぐ3番目の得点記録である。アルゼンチン代表としても南米選手権に2度出場。それぞれ4得点、7得点をあげて、大会得点をとなった。同大会での11得点は、ジジと並んで12位、タイ。 に大会にしか出場していない選手の中ではトップの数字であるアルゼンチン代表では1試合あたり得点を超える高いゴールアベレージを誇った1943年にはウルグアイのクラブ ca デフェンソールへ移籍するも短期間でアルゼンチンへと戻り ca バンフィエルドでプレーした1945年キャリアをスタートさせた ca ウラカンで引退 ありがとうございます。